アメーバビジョンについてなんですけども、自分が投稿した動画がいつ頃反映されるのか、新着投稿というところで、新着投稿だったと思いますが、反映されるのは大体10分後ぐらいでしょうか。うまく投稿ができているというふうにメッセージが出てから10をぐらいに新ですね、のとのろに乗るのですが、他の投稿とかを見ていると、大体、全部音声で入れるので全部別に文章にしなくてもいいんですが、他の人の投稿が大体、そうですね、15秒から2、多いような気がします。自分のように5分以上の動画っていうのは、新着情報っていうんでしょうか、のところにはなかなか、新しく投稿した動画のところにはなかなか出てこないなと思いました。あとは、今後のアメーバビジョンについてなんですが、今後どうなるのかというのはちょっとわからない状態ですね。基本、はっきりとはわからないんですが、大体、動画の画質が上がるという感じでもないですし、今後どうなるのかなと思いました。動画投稿サイトだったら、例えばもっと、有料制にして画像が綺麗な動画を上げることができるとか、そうすればいいんですが、多分日本の動画共有ソフトだと思うんですが、というんでしょうか、なんかそういう動画サイトが月に無料だと1ギガバイトの動画を上げることができるというふうにちゃんとこう設定してあるんですけども、アメーバビジョンの場合は100メガバイト以下の動画だったら何本でも投稿できるんですが、無制限に投稿できるんですが、果たして本当に無制限で投稿できるのかなというような気を持っています。で、今ちなみにこの動画の容量を見てみると、大してないですね。22点、10分間撮ったとしても12、3メガ、10分ぐらい撮ったら30メガぐらいなんですけども、どうなんだろうかなと思っています。